おはようございます。12月11日第110回午後の会アニマルラジオになります。今日はねちょっと先取りというか前日夜に撮ってます。伊豆に行くのでね、11時なんでもう伊豆に向かっている途中、もしくはついているかもしれないんですけど、そんなレベルの話だったんで、ちょっと当日の朝で早く出る予定だったんで、これ早いから無理だなということで前日の夜に、撮らせていただいています。たまにはね金魚をあげようかなと、金魚をねあげなすぎてるよね、カメだねっていう話だったんで、赤目の龍眼をちょっとあげてみました。まだ茶っぽい感じで、あとあれですね、一回こんな感じで撮った時にちょっとまあペーハーショック的な感じになっちゃってだいぶあれだったんですけど、今落ち着いてきてね、まあ、だいぶいい感じになってきたんで、そろそろ撮れるかなと思ったんで撮ってみました。かなり成長しましたねこいつも。でまあいい感じで育ってるんで面白いかなと、まあ本当オスメスになってね、ドラゴンスケールとね合わせて飼うことができたら一番いいのかなとは思ってるんですけど、で赤目のドラゴンスケールなんて言ったらね本当面白いなと思います。なので金魚ね、まあ、なんだかんだちゃんとやってるんですけど、ちゃんとじゃないかな、ちゃんととは言っちゃうとあれなのかもしれないですけど、まあぼちぼちやってますっていう感じですね。まあ金魚はね、全然好きなんでね、楽しくやれればいいんじゃないかなっていう、なんかどうしてもねちょっと仲良くなってくると勘違いしちゃう人がいるんで、そういう人とはね仲良くすると大変だなっていうふうにいつも思っていますが、まあそうならないようにちょっとね周りもねしっかり考えてあげないといけないんじゃないかなと思ってます。ね、そこができないとやっぱりねうちは無名みたいな感じになっちゃうんでね、まあ僕はいつもそういうのを食らう方なんでね、とてもよくわかるんですけど、する方っていうのは気づかないんでね、まああんまこういう話はしてもしょうがないんであれなんですけど、本当ねビレッジさんで買った赤目の龍眼なんですけど、とても素晴らしい感じになっています。形もねしっかりしてて、カジも2枚でね思ったより綺麗に成長してるんで、このまま成長していくとすごい楽しみだなと思っています。亀ばかりのあれなんですけど、まあ、僕もともとはルーツは魚なんでね、魚ってまあ金魚は多分2番目に、まあ、人生の中で2番目に来た生き物なんですけど、1番目が川魚ですね。で2番目が金魚で、3番目熱帯魚やっていろいろやってたんですけど、大型魚が好きだなっていうのが分かって、まあ、アロワナ、淡水エイ、ポリップ、あとなんだ、あとコリドラスも結構好きでしたね。そう、コリドラスで思い出すのはフィッシュマガジンだったかアクアリライフだったか忘れたんですけど、P デーさん、今もあるP デーさんのね広告でね、コリドラスボッセ入荷っていうね、あれは本当ねすごい衝撃に残ってて、ボッセとロングノーズボッセ来ましたっていうね、広告見て見に行きました。当時で5万円だったのかな、まあ買えなかったんですけど、その後だんだん安くなってね、多分5000円以下どっちもなって、確かどっちも買った気がするんですよね。コリドラスの中で多分僕一番好きなのゴッセイなんですよね。でその次がまあスーパーアークとかああいうやつですね、なんですけど、ゴッセイは本当初めて見た時の感動はね本当今でも忘れないですし、まあまたコリドラス買うならちょっとやりたいなと思うんですけど、ただ今ね全然熱帯魚見てないんでね、ゴッセイが来てるのかちょっと全然わかんないですけどね、っていうまあ金魚の話から熱帯魚の話になってっていう感じなんですけど、まあルーツは魚なんてってことですよね。でカメは本当にね何が好きだったかっていうのは昔記憶があまりないですけど、一番最初に飼ったカメっていうのはロシアリクガメでしたね。ビッグベンさんっていうね北越谷にもう今亡くなってしまったお店なんですけど、いろんな生き物がいるねお店があって、でそこで父親と一緒に高校の時かな行ってロシアリクガメ飼うって言って、ロシアリクガメとで水槽で飼ってたんですけど、当時はひよこ電球、まあ今もあるんですけどひよこ電球でね温めて飼ってて、その後多分ひよこ電球誰切れないんで10年ぐらい使ってて、多分ね水がかかって1回割れたんですけど、その後買い直してもう1回やったぐらいの感じでね、インドホシガメ飼った時も使ってた記憶がありますね。ちょっとサーモスタットがね大きくて中に入れるとかっこ悪いんですけど、ただひよこ電球っていうだけあって、ね、ひよこのために使うものなんで
結構ね性能がいいんですよね。そして本当に切れないっていうひよこ電球、ね、当時はひよこ電球、あとトゥルーライトで床材は新聞紙みたいなね時にやってたことがあるんですけど、まあ本当ねそういう時代をのね、いろいろやってきて今があるっていう感じなんで、だ本当に一層のねスティングレーの曲げガラスすごいよねつってっていう話をしたりね、本当近所のあのホームセンター行くとねアクア用品めちゃめちゃいっぱいあったんですよね。今だいぶ少なくなっちゃったんでね悲しい話だなとは思うんですけど、でそこからまあ本当そのロシアリクガメを買った後にカミツキガメを買って速攻死んで、グレーマップを買って速攻死んでとかっていうんでね、カメは本当、まあ、ロシアだけは結構多分 2,3 年生きたのかな。まあ、それでも全然ちゃんと大して飼えてないんですけど、水ガメは本当にねすぐうまくいかなくなってしまったっていうような記憶がありますね。なんで本当まあ爬虫類飼育がうまくいくようになったのはここ最近という感じで、でインドホシガメは確かね買ったのは仕事を始めてからの23歳の時に、ちょっと高かったんですけど、今もよくお世話になってるアートリバーマさんっていうお店で、今はもう爬虫類やめてしまってあのアクアと植物だけのお店なんですけど、そこでねあのインドホシガメ買いたいですって話 で入ってきたら教えるねって話で、ピンポン玉より育ったサイズですね。こう結構安いんで、まあ当時で言うと高かったんですけど、まあしっかりしてるんだからいいんじゃないのっていうサイズで買って、でそこから 5,6 年飼ってたんですけどね、まあ、ちょっと仕事が忙しかったりなんだりしてた時っていうのでちょっと調子を崩してそのままダメにしてしまったってことがあったんですけど、まあそんな感じでね亀の歴史っていうのはここ僕は10年ぐらいでね一気にいろいろ飼うようになっていろいろ勉強したっていう感じなんですよね。だからまあ本当に亀をねしっかりやられてる方からしたらね本当浅いよねっていう話をされてしまうと思うんですけど、ただ浅い分やっぱりその知識で補わないといけないなっていうので、カメがね好きな方たちと情報交換して、まあやっぱり立場的に僕メーカーっていう立場なんでね、すごい皆さんしっかり相手にしてくれるっていう本当ありがたい話なんですけどね、ただの一般のお客さんだったら相手されないようなところの人まで、相手にしてくれる、まあお店さんはそれはねお客さんはしっかり相手にしてくれると思うんですけど、お店さん以外の人たちもね相手にしてくれるということで、本当にありがたいなと思っています。ね、まあ今日は伊豆に向かっている、もしくはもう多分着いてるぐらいなんですけど、白輪さんともねちょっと僕白輪さんを一番最初に知ったのは多分ビキールビキールっていうポリプテルスビキールっていうねやつが入った時、これが多分2回目ぐらいなんですよね日本に入ったのは。一発目の便は例のね小林昆虫さんと五十嵐さん、五十嵐エンドリケリーの五十嵐さんですよねが入れて、その後に白輪さんが入れたっていう時のにレップジャパンっていうのを知ったんですけど、まあ、それぐらい本当ど素人でね業界のこと何も知らなかったんですけど、まあ、その白輪さんとねお話ができるような立場になるっていうふうに思っていなかったんで、まあ、本当ありがたい話です。なんで今回言いづいてね、まあ、ちょっといろいろまた生き物を見せてもらって楽しく、やれればいいのかなと思っています。なんか新しい毒蛇が来たりね、インテリアのなんか展示が始まったりとかいろいろしてるみたいなんで、1年半前ぐらいに行った時とまただいぶ変わっているのかなと思って楽しみにしているんで、まあどんな感じなのかなとは思うんですけどね。なんですごい楽しみな感じですということで、前撮りという感じで夜に珍しく撮っていて、今日はね、金魚一辺倒でしたが、まあ、金魚の話から、爬虫類の話になったりしてるんで、まあ、中身的にはね、金魚を出してるけど金魚じゃないよねって話のところもあるんですけど、まあ、僕は生き物は全て通じずるっていうか、まあ、小動物、爬虫類、アクアは基本的に同じジャンルだと思ってるんで、まあ、好きな人嫌いな人いると思いますけど、まあ、そういうので知ってもらうきっかけになったらいいのかなと思っています。ということでね、今日は伊豆で何か動画を撮って、載せれたらなと思いますので、楽しみにしていてください。ありがとうございました。